ードリーのオールナイトニッポン。犬が苦手だったんですけど、うん、まあ自分がなんで犬を苦手だったんだろうなと思うぐらい犬が好きなんですよね、最近。あ、もう好き平気とかのレベルじゃなくて。うん。で、うん、犬飼おうかなって思って。そこまで行った。ですよね。はあ、犬飼いたい芸人だもう、もはや。うん、で、うん、でね、まあ調べたんですよ。うん、家の近くにね、うん、レンタル犬っていうねお店があって、なんか代々木公園に1時間散歩しに行けるっていう、うん、犬を貸し出してるお試しだね、うん。ずっと気になってたのよ、借りてみたいなって。うんうんうん、でちょっとこの度借りに行きまして、いいじゃないですか。で店の中入ってったら、うん、10匹ぐらいいるワンちゃんの中から1匹選ぶんで写真指名なんですよね。うん、ああ、なるほどね。で、壁にあの、ポラ、ワンちゃんのポラがこう、貼ってあるんですよ、10匹ぐらい。年齢と名前が。あ、メッセージは？メッセージは？メッセージは、店側が書いたメッセージと、ね、別になんか手で目隠したりはしてないし、モザイクも入ってないんですけどね。一緒に遊びましょう的なあれはなかった。まあだから、うん、店のコメントぐらいよ。スリーサイズとか書いてないですけど。なるほどね。あ、じゃあまあそこは想像するしかないんだ、こっちが。そうそうそう。うん、でこれ写真と実物違うんじゃないですかみたいな、うん、飛ばしてんじゃないですかっつって。俺結構プロフィールがっつり読むタイプだから、うんうん、その受付で時間かけて選ぶの別にビビらないタイプだから。なるほどね。うん、うん、でずっとこう見てたらなんかその元気なやんちゃ娘みたいな、うんうんうん、まあ元気やんちゃ娘ねみたいな、うん、まあずっと飼いたいと思ってたトイプードル、まあ、ココちゃんっていういた、うんうん、女子だじゃんね。で、なんか犬のマークのついた、うん、ちっちゃい、エコバッグみたいなの渡されるんですよ。いろいろ入ってるんですよ。ああ、お散歩グッズみたいなやつ。そう、おしっこした時に、ペットボトルになって水が流せるやつ、ね、と、あと、うんちした時に、うん、ちゃんと捨てるやつと。はいはい、ビニール袋と。そう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 、ビニール袋と。うんうん、で、ついてんの、まあ、犬のマークしたの俺、ま、一人で持って。うん、で、ココちゃんを抱いてね、うん、外出たんですよ。ああ、もう本当に。裸見た犬好きだよね。そうっす。犬抱いてるし、もうバックンにまで犬のマーク入ってるっつってた。犬でもう囲まれたいっていうね。もう大の犬好き雰囲気ですよ、もう。で、まあ、うん、階段降りたら、下にこう、アスファルトに下ろして。スッとね。もう、うん、自分でも意外だったな、うん。いきなり話しかけてたな、一人なのに。ココちゃんに、うん、なんて大勢は。アスファルト暑いかなって言って。お伺いね。お犬様にお伺いを。ほら行くぞとかじゃないよね。うんうん、気を使ったわけだ。暑いかなとか言って。うんうん、そしたらこうぐん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 歩いていくんですね。お尻をプリプリさせながら。可愛らしいね。うん、ここっちゃ。で、うん、リード持って。そしたらなんか早速、うん、散歩してる人が向かいから歩いてきて、うんうん、花と花をこうくっつけるんですよ、ここちゃんと向こうの。うんうん、で、なんか、可愛いですね、みたいに、うんうん。で、俺もなんかもう、かまさなきゃと思って。うん、可愛いですね、いくつですか何歳ですかとか聞いて。うん、いや、うん、今、そこで借りてきたんで分かんないんです、とか言われて。おぉ。あ、僕も借りてきたんです。あ、向こうがね、土俵終わったらね。だから同じ犬のマークのちっちゃい袋持ってた、うん、レンタル仲間だ。おぉ。で、椅子に座ってね、ココちゃん抱きながら自分で写メ撮ったりして、うん、うん、いいね、記念だからね、記念だから。でも話しかけられたね、一回。あ、かわいい顔してますねって。あら、したら、うん、そういう風にするんだって自分でも意外だ、うん、そんな経験がないからさ、うんうんうん、かわいい顔だってよかったねって話しかけてたね。で返して、うん、名残惜しかったわ。ガラスの向こうから見てたわ。また指名するからねっつって。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。